こんばんは、キリウですラットです歴史はエンターテイメントかしま歴史チャンネルへようこそ <noise> 今日ねお話しするのは平安の三席の一人、うん、藤原の雪なについてです F4 の一人ですね、うん、そうですね、うんうん、いつもね道長とか金と忠信なんかと一緒にねお勉強したりしている今のところ、わと影の薄い感じの人にはなりますかね <laughs> あれですよね打球の時もなんかお腹壊したから出てこなかった人だよねそうですねそうですね、うん、でも一応ね今回はちょっと出会の助言っぽいのをしてたなんかもしれましたけどもね <laughs> はい <laughs> とりあえずね道長とか、うん、それから忠信が兵 F っていうのに勤めてる武官だったのに対して、うん、雪成っていうのはもうずっと文官旗をね歩くことになるのでまあまあ運動とかは苦手だったのかもしれませんね。うん、なんかねドラマの中でもそういうう雰囲気をずっと出してますもんねそうですね。うん、そんなね藤原の雪成はおじいちゃんが藤原のこれまさつまり藤原のもろすけの長男ですから兼家パパの一番上のお兄ちゃん。 になります。なのでね、うん、血統的には道長なんかよりも着流、正統だったんですよね。うん、でもって、雪成は天禄三年、972年にそのこれまさの三男の吉高を父として生まれたんですが、おじいちゃんのこれまさが生まれた雪成を一目見るや、非常に気に入って、自分の養子にしちゃったんですよ。なので、まあ、この時点では雪成は藤原北家着流のこれまさの息子。 ってなったわけでね絶賞感覚も夢じゃない輝かしい未来が待っていたはずだったんですよところがこのゆ成りが生まれた年彼を気に入って養子にしてくれたそのおじいちゃんのコレマサがなんと49歳という若さで急死してしまいますしかもコレマサの息子でゆ成りのお父さんの吉高も2年後にゆ成りが3歳の時に亡くなってしまった ね、こうして父方の公金役を失ってしまった幸成は母方のおじいちゃんである源康光という人のもとで育てられることになりました。 でね、このおじいちゃんっていうのはね、源っていう生でもわかるように、元々は皇族、醍醐天皇の孫だった人なんですが、安光の代に親戚降下して、源生になった人なんですね。しかも、大学寮で文上省となって、紀伝道、つまり中国の歴史ですね。これを勉強して、弁官として昇進を重ねた人なんで、根っからの文化派の人なんですよね。 なのでそんなおじいちゃんに育てられた雪成も漢石中国の歴史とか文学それにね当時の文官が知っておくべき事務的な知識なんかに非常に詳しくなっていくんですね。<laughs> それでねさっきも言ったようにドラマでは運動苦手みたいなことを言ってたんだね。 そうですね。うん、あとさ、道長と金等が同い年で、ただのが1歳年下っていうね、割と似たような年なのに対して、雪成なりはね、道長よりね、6歳年下なんですよ。だから、ドラマの時点だと、道長たち3人は20歳前後なのに、雪成なりはまだちょっとね、1 5歳の少年って感じなので、だから、あのドラマの雪成なりの控えめな感じは、ちょっと年齢差なんかもね、表しているのかなと思います。<laughs> 1 4五5歳っていうのはちょっと無理があるけどあの控えめ感は分かった <laughs> そうそう今後はずっとやらなきゃいけないからあの人がやってるけれども一応 <laughs> 少年。 感ね、い感じでね若い感じで,、ね、でもってね、さっきも言ったみたいに、雪なりっていうのは、もしおじいちゃんのこれまさが長生きしていてくれてたら、もっと出世していたかもしれないんですけれども、いかんせんおじいちゃんもお父さんも早くに亡くなってしまったんでね、正解での出世という点では、不遇な人って言っていいかと思います。本当だったらね、殺生や関白にでも慣れたかもしれないのに、最終的に、ゴン大納言だけで終わっちゃって、大臣にすら慣れなかった。 でね。とはいえ実務能力には非常に優れた文官として知られていて、何より能筆家書の名人として有名だったんですね。うんうん、平安時代の書の名人というと三筆っていうのと三石っていうのが有名なんですけど、雪乃はこの平安三石の一人なんですよ。三筆三石？ん？ん <laughs> <laughs> えーっとね、三筆も三石も、うん、どっちもそれぞれ三人の書道の達人っていう意味なんですけど、うん、三筆の方は空海。うんうん 信号の大おさんですよねこの空海と佐賀天皇、それに立花の早成っていう三人のことを言います。でもって三関の方は小野の道風、藤原の助政、藤原の行成の三人のことなので、つまり三筆っていうのは平安初期に活躍した三人のね、書道の名人で、<ー>まあ三関っていうのは平安中期に活躍した三人の書の名人ってことになります。 でね、ちなみにね、平安の三席の方は、小野の道風、藤原の助政、藤原のな成の三人のことなんですけど、書道の時の呼び名がちょっと違ってて、小、うん、野の豆腐、藤原のり 藤原の幸勢って呼ぶことが多くて、それぞれの書のことを、尾野の,の豆腐の方は尾のノののをとって、野石って言って、藤原のサリはサリのさっていうのをとって、さ石って言って、雪きなりはゴン大納言だったことから、ゴン石って言って呼ばれてるんで、それで合わせて三石って言うんですよね。<laughs> ちなみにね、藤原の雪なりの書いた日記がゴン記って呼ばれてるんですけど、これもね、ゴン大納言の日記っていうことで、ゴン記って呼ばれてるんですね。 なんか堅物 <laughs> <laughs> ではないで、だけどまじ、あ、めな感じ真面目な人でもあったんですけどね <laughs> 後にこの真面目な雪成はドラマの桔梗ちゃん清少納言との和歌のやりとりで有名になるんですがその時ね、うん、清少納言に送った雪成の和歌をしたためた手紙っていうのが、うん、なんとね中宮貞子さんが自分のものもにしちゃってるんですよ、うんうん、え清少納言に切った手紙を取り上げちゃったってこと ええとね、普通だったら聖少納言に来た手紙なんですが、うん、まあ聖章納言がね、うん、こんなの来ましたって見せたわけなんですよね。うんうん、でもそれにしても聖少納言の手紙なのに取り上げちゃうなんてひどいってね、思っちゃうかもしれないんですけど、うんうん、なぜ中宮帝子、貞子さんが雪りの手紙を聖少納言にちょうだいって言ってね、もらっちゃったのかというと、実はね、雪成の手紙を自分の書の手本にするためだったんですよ。 しかもね、貞子さんだけじゃなくてね、この時の雪なりの手紙っていうのは、貞子さんの伊墓帝の宗の隆園っていう人がいるんですけど、この人もありがたがって、私も頂いたこありますって言って持って帰ったっていうぐらいなので、うん、男も女も雪なりの字が書かれた紙があれば、手本に欲しいって言って奪い合いになるくらい、雪なりの書というのは素晴らしいものだった。そうなんですよね。うん でね、しかもね、ゆきなりっていうのは、和歌嫌いで有名なんですけど、それというのもね、おじいちゃんのこれまさっていうのが、村上天皇から和歌所別当っていうのに任命されて、五千和歌集っていうのの編纂をね、行ったぐらい、和歌の名手として、ものすごく有名だった人で、しかも、父上の吉高も、雅おとして有名でね、和歌なんかにも優れた人だったもんで、ゆきなりくんとしては、もちろん彼だってね、普通以上に和歌読めたんですよ。読めたんですけど、うん、でも、人からさ、あの ー様の孫にしては大したことないわねとかあの宮夫の吉高様の子にしてはいまいちだわねとかって偉大なるじいちゃんとねお父さんと比較されるのが嫌だったみたいなんですよね。うん なのでね、ある時、天井人たちが集まって、歌の良し悪しを議論していたっていう時があったんですけど、その時、雪なりもいたんだけど、ダーったまま議論に加わろうとしないもんだから、そのね、議論に参加してた人が、これっていうのは、何言ずに、咲夜この花、冬ごもり、今は春べと咲夜この花っていう和歌についてどう思うかって聞いたわけなんですけど、この和歌っていうのは、当時の貴族の子供たち に習う和歌だったんですよだから言ってみれば今の幼稚園児とかがさ英語を覚えるために習う ABC の歌みたいなもんでさうん、うん、英語は分からんとかって言ってもアルファベットぐらいいは知っっててるででしょって聞いたよようななもんなんですよそれなのにユキナ成が分かりませんって答えたもんだからもうすっかりその場がしらけてしまったと大鏡には書いてあったりするんですがまあでもこれはねユキナ成が本当に何技の和歌を知らなかったっていうのはありえないんでそれくらいアルファベットもう知ってるけどその見る のを嫌ってぐらい若のことを話題にするのが嫌だったってことなんだなんかやっぱり偉大な人がねお父さんとかおじいちゃんにいるとなかなか大変だよね <laughs> そうね賛成ともなるとねだ、うん、からできて当たり前みたいになっ当たり前だもんねうん。それちょっと出来悪かったら <laughs> あら思ってるやりたいことないのねとかもう余計にね ハードル上げてあるもんだからね、大変なわけですよね。うん、ちなみに、この雪成のおじいちゃんのこれまさが、若所の別当になって、五千若衆を編纂した時に、その部下として選ばれた、梨壺の五人っていう若の名手っていうのがいるんですけど、うん、その五人のうちの一人に選ばれていたのが、清原の元助、つまり清少納言のお父さんなんですよ。なのでね、 ゴンとっって恋人同士だったんじゃないとかかっって噂されるほど仲良かったんですけど、うん、多分ね若嫌いという共通点があったことも仲が良かった理由の一つなのかなと思うんですよね <laughs> そもそも雪成にしても清少納言にしても人並み以上の和歌は作れるんですよ、うん、でも清少納言の場合は父親がでもって雪成の場合はおじいちゃんとお父さんがどちらも天才級の和歌の名手だったわけなんでねお互いそうした人たちに比べられるプレッシャーを知る同士 みたたいなもものだったのかもしれませんね、えー、でもその2人がもっと本気になったらおじいちゃんとかお父さんを抜く実力はあったかもしれないよねもしかしたら。でもそれよりもいや多分ね人並みだって自分で思ったのど、うん、人並みちょい上ぐらい中の上ぐらいだってのがむしろさ才能あるからこそ自分の限界が見えるみたいなさ。あ<ー>才能 ない人たたちだったらさ、うん、自分の和歌がすごいとかすごくないも分かるし、おじいちゃんの和歌がすごいのかすごくないのも分からないから平気で読めたんだろうけど、おじいちゃんたちとかお父さんの和歌すごいのも分かった上で、自分はそこまでの和歌が作れないぐらいまでの知識があるわけよ。それくらいの才能はあるわけよ。だから余計に、他の人が、いやいや、そんな結構の素晴らしい和歌じゃありませんかとか言われても、うん、いやいや、父には及ばないとかね、祖父には及ばないって自分で思っちゃうようなタイプだったと思うんですよね。それで余計に、誰より自分が許せないみたいなとこがあって。 二人ともちょっとプライド高いから、ね、かな。それであ <laughs> そういうなんかこのところで、わかるわかるで誰に褒められるよりもさ、自分が許せないのよねそうそう、それなんだよみたいなんで、話盛り上がったんじゃないかなと、勝手に想像したりしておるわけなんですけれどもね。おまけにさ、ゆきなりのおじいちゃんのこれまさと、パパのね、吉、うん、高っていう人は、二人とも超イケメンだったそうなんですよ。 特に、パパの方の吉高は、不出生の美貌と言われたほど、もう、この世のもの、ならざらぬ美しさっていうぐらい美形だったそうなので、それなのに、枕の子で清少納言は、ただの部の美しさのことはね、般若の金田さんね、のことは絶賛してるんですけど、この雪キの方については、美しいとか、風流だとかって一切書いてないんですよ。不出生の美しさを持つ吉高の子供なんだから、雪キもそこそこイケメンだったとは思うんですけど、でも な納言は風流を介さない無粋な男で見た目もパッとしないってユキナリの外見についても全く評価してないんですね。ただただだだけどその心根には奥深いものがあるって言っててこのユキナリの知識とか内面を高く評価してるんですよね。清少納言の目には浮ついた金立ちたちよりもユキナリのそういった面が好もしく見えていたようなんですね。 我々が「あイケメン」とか見るところとはまた違う目線で見てたんだろうね。 そう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 。なんかこう、チェリ魔法の30歳まで童貞だったら魔法使いになれるらしいのさ、うん、チェリ魔法のさ、黒沢さんが自分はイケメンでさ、超イケメンだからさ、みんな外ばっかり見て、うん、中身とか努力を見てくれないっていう人が多い中で、聖書なごは、いえいえ、私はあなたの外じゃなくて内面見てますよとかって言ってくれたら、それはやっぱりまた、雪なりとしてもね、おっと思うよね。だからちょっと目の付けどころの違う二人って感じだったのかなと思うんですけども。こ <laughs> このね、雪な<成>りてくるとは <laughs> ゆきなりと聖書なごんの逸話はねまだまだた,たくさんあるのでまたね、うん、別の動画でも紹介しようと思ってるんですけど、うん、とりあえずね今日のところは平安の三席の一人である藤原のゆきなりについてねざっとご紹介してみましたゆきなりファンの方はぜひぜひチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします聖書なごんとゆきなりの今後がどうなるのかしらと思う人 X もやってますのでよろしくお願いします桐生さんが自分の親や祖母じゃなくて本当によかった と思った方は是非メンバーシップそんな大勢の子供も産めませんし。<laughs> ということでまた次の動画でお目にかかりましょう。でもさ清少納言と雪成より私は今回、うん、道長と雪成の今後が超気になりました。<laughs> 道長くんを見ている雪成くんの目線にテ <laughs> リマホっぽいものを感じちゃったわけよ。<laughs> なんか今回ちょっと目が なんかで道長様にはすいたおなごがいらっしゃるのですか僕ジュラシーみたいなあんな風に見ちゃったんですけど <laughs> 違うんでしょうかどうなんでしょうか、えー、そうは見てなかったな、うん、ちょっとチェックしよういや偶然かもしれないんだけどこれ史実の話で雪成、うんうん、君って道長と同じ日に亡くなってんのよ、うん、なんか運命的なものを感じちゃったのは私だけでしょうか<え> <laughs> 大石さんもそれを感じてソウルメイトとは別にあ<ら>まあ部屋の当時ねそういう男同士のね BL 関係っていうのはごく普通にありましたから、うん、そっちもお出しになるのかしらって ちょっと思ったわけなんですよわ <laughs> かりませんけどね,ちょ,ねちょっとなんか今週のあのシーンにちょっとポッとときめいた私が私笑,<笑> ちょっとしてそういう展開とかっていうのを思っちゃったりもしたんですけれども、まあまああの今日のねお話で言うと雪乃が書いた書の本ね、うんうん、白紙文書の監視っていうのがあるんですけど、これがね、うん、今では国宝になってますから、今でもやっぱり雪成の書というのはすごいんですよね。残ってるん残ってるんですよ。うん、しかも雪乃自身はね大臣にあれだけね血筋から言ったら高かったんだけど大臣になれなくて終わってしまったんだけれども、雪乃の子孫っていうのも結 結局納筆家、筆でね、家を背負う。筆の家としてね、納筆家の家として代々受け継がれていって、世、うん、尊寺流っていう、まあ、書道の流派を確立して、なのでゆ成りっていうのはその世尊寺流の祖っていう感じでなってて、なのでゆ成りのその書の、言ったらスタイル、フォントですよね、は今も代々受け継がれてるもんだからすごいですよね。へへキリュウさん、ゆ成りの書を見たことあるの本物はない。写真でしか見たことない。うん、めっちゃうまいのやっぱり。 私もさ、そんなになんていうの、ちょっとやってたけど、うん、そこまでの極めたほどではないんで、上手いのか下手なのかよくわからないんですけど、ただなんか読めないぐらいにはうまいなとか思って。<laughs> <の> <laughs> <laughs> さあ読める人は下手な人が多いじゃない <laughs> なんかこう結構ね、ああなんか読めない感じになってくるとどんどん山岡鉄州の書なんかで全然読めないからね、もう何書いてんだろうこううの人と思うから多分うまいんだろうなって思ったりもするんで <laughs> 読めないのは2種類あって超悪質か超うまいかなので多分なんか超うまいんだと思います。<laughs> 普通になんかお手本通りの字はね読みやすいけどなんかそことは違うオリジナリティあるんだろうなと思って特にまあソン寺流の崩し方とかよくわからないんでねそういう崩し字もいろいろ流派があって まあ読みやすいのと読みにくいのがあって、全部は分からないので、なんとなく読めないとかって、<laughs> ここは分かるけど、ここは分かんないみたいな感じなのでね。うん。なので、どあの前下手は分かんないですけどね。 ただでも、なんだろう、あの、ほら、道長の書は、私でも下手って思うぐらいなので、下手ではないと思う。やっぱり上手いとは思うんだけど、どれくらいうまいかは、ほら、私はそれほど書に対して、レベルがないから、上手いなぁとは思うけど、どこまで上手いのとかはちょっとわかんないですね。あの、いわゆる和歌と一緒で、天才がわかるほどのそんなレベルはないんで、まあ、上手いんだろうなぁ、結構なんか、道長よりは上手いなぁぐらいのレベル。普段は公開されてないんや。ネットとかで見るのは見れるけどねうん。 生では見れないのね生ではだから国宝公開の時を待たないと<ー>それが公開されるような時を待たないとって感じなのかな。<ー> あまあまああもそうだよね <laughs> あれなんだよね「雪なり」っていうのが王羲之っていう中国の書の名手って言われてるねその王羲之っていうののなんかお手本にして練習してそれをなんかね極めようとしたとかいう話が残ってるんだけど王羲之の書は実物見たことあるのよ台湾の呼吸博物院でね、うん、でそれは王羲之の方は別に日本のしかもうん私もその別に書道をそんなに極めたわけじゃないから字のうまさじゃないのね。大の書はやっぱ何 今を見たせいだと思うんだけどなんかね、うん、あのほら上手い絵とか上手い書ってレベルがわからなくても本当に超すごい人のはなんか迫るものがあるじゃないですか、うん、なんでもね、うん、そのレベルだったのだから多分、うん、雪なりの書も実物見たら、うん、上手い下手はわからんけどすごいって思えるかもしれないね<ー>と思って うん、大義詩の詩も別に私書道のレベル分かんないけどすんごいこれと思ってもう見てて飽きないぐらいすごい字だなって、うん、なんだろう美術品としてすごいなと思えるぐらいのレベルだったので多分雪なりも実物見たら上手い下手は分かんないけどすごいって思えるレベルなんじゃないかなとは思うんですけどね。関西、うん、本物見たことないんでね。やっぱ本物の迫力っていうのはあるよね。デジタルがこれだけ発達していつでも見れるようになったとはいえ、うん、やっぱり本物って違う何かがあるのよね。 今度公開されたらみんなで見に行こう。そうですね。す見に行きたいですね。<っ>うんだから私、私あのそれまで大喜利のショーを見るまでは賞わかんないし、見たってわかんないしなと思ってたのよ。うん、でもそれを見ていやわかんないけど、すごいっていうのが思うから、やっぱり書も見た方がいいなと思って。<laughs> うまいと言われる人のやっぱ一応生を見た方がいいなっていうのは思いましたね。